いいじゃないですか。オッケーです。はい。じゃあこれ取っちゃいますか。もう。はい。チーズ。あ、ちょうまいかも。すげえ綺麗に取れて。この間上に湯飲みとあったわ。湯飲みと。湯飲みが2つで、1つは店の人に言って、お茶受け戻ってきて。ちょでも可愛くない。可愛げますね。これ全部これ練習西川くんは本人がいたからすいません、あの失神が教えてくださいって言った。いや教えるほどのものでもないんですけど、耳おかしくなるからやりすぎると注意だよって言われて、あーって言われて、そうそう、途中はポンと飛ばしちゃうから頭こっちになっちゃってもいいし、なんかこのところにふわふわのところに頭混ぜても可愛いと思うし、なんかその使わないとこ全部切っちゃうから、あのテストテスト、はい、いいっすよ、もういいですよ、はい、いいっすよ完璧です。じゃあちょっとウェッティーなんてこれ、はい、くるの回し、俺自身がどのぐらい OK っていうの分かんないから、
あのしばらくやっててもらって、今一人になったら、あー冷たい、使ってないの。あと太もものとことかね。行きます。はい、よーい、はい。ちょっと家切ろうか。はい。すぐめくれちゃうね。もし仮にすごくめくれちゃったなと思ったら自分でパッて直したけど、はい、そこはカットしちゃうわけだから、はい、そういう感じでね。はい。最初真上ぐらい向いてて、こっち来て目覚まして、電話取って、自分のことこうやって見て、カシャッと取って、来れる？はい。ちょっとやってみましょうか。はい、よーい。針が張ってもいいんじゃないの？はい、できた。いいよ。針できた。すいませんでした。はい、僕まだ針できたんでね。針があったので、ちょっとすいません。
様にお電話が。お願いします。仕事がなかなか片付かなくてね、もうちょっとって感じなんだ。わかった。でも声が聞けてよかった。私が今どんな格好してるか教えてあげようか。10年前の私、あなたが見たいって言った。高校生の時の制服着てるんだよ。痛い？ああ。じゃあ電話切るね。写真撮るから。わかった。じゃあ電話切るよ。じゃあね、送るからね。ありがとう。高校はクラブ入った？入らないですね。わかんない。うん、帰宅部でバイトしてました。ああ、バイトは何でした？一番初めがケンタッキーをやって、うん、でケンタッキーをやりたかったのは、うちはケンタッキー食べれるのはなんかお誕生日とかクリスマスで豪華で、なんかすごい豪華なイメージだったんで、絶対ケンタッキーいっぱい食べたいと思って、もうバイトはケンタッキーに決めようと思って、そこに友達と行って、で面接して、それで受かったから2人ともそこで働いてて、毎日こういっぱい、終わるちょっと前になったらいっぱい作って、それを持って帰れるから、もういっぱい持って帰れって家族に持ってきたよみたいな。美しいね。もう笑顔です。嬉しかったんです。バイトっていうことも楽しかったです。なんか毎日ケンタッキー食べてました。毎日食べてました。飽きなかった？うん、今でも好きです。あ、今でも好き。
ます。4時半まで。ホテル4時半まで。虫食わせんだよ。だから一回虫食わせないから。さん。お菓子のお弁当の出来上がりだよ。甘いものもね。これ入んないからやんないんだ。できた。お菓子お弁当。男性スタッフさんね。お菓子こっち女性軍でほぼ閉めちゃったからね。食べてないもんね。高校、とりあえず高校、中学3年生ぐらいの時にはつけたかな、みんながつけてるから。でも全然いらないけどつけてて、高校生の時はつけてて、初めて下着を買いに行ったんですよ、友達と。そうしたら、ずっと自分は A カップだと思ってたのが、
測ったら C カップですって言われて、で、で C カップをつけてて、ずっと C とか D とかを買ってたら、中3ぐらいの時に、あ、中3じゃない、高校卒業したぐらいかな、うん、する前です E カップぐらいになって、卒業してから一回すごい太った時があって、その時に E カップになったんです。太った時に、それまではずっと C とか D とかだったんですけど、で一回太って F まで行って、でまたガリガリになって C カップぐらいに戻って、で C とか D とかをずっと繰り返してて、グラビアを始める時に胸を大きくするために太って F カップになって、ずっと F カップのままです。お、まあ中学3年、まあ、ピチャパイですよ。友達からブラジャーをもらって、でつけてみたらガバガバなんですよ。スポーツブラなんですけど、でもみんなしてるからって言ってティッシュ入れてあのお店に行ったらみんな見るんですよ、こうやってはみたいな感じで、恥ずかしいからやっぱダメだと思って撮って、キュンでもなでかくなっちゃってます。もう一気に詰めた。そう、ティッシュですよ、ティッシュの全部詰めて、両分に。普通に腕でも俺めちゃめちゃ気持ちいいですね。すごい気持ちいいです、うん、普通に気持ちいい。最近マッサージ行ってないっすよ。訴えてんだ。訴えてる。うん、これ見てマッサージ師になろうと思えばいいかもしれないね。5分なんでちょっと、諦めよう。大好き。最近はね、夜中までやってるところを見つけたから、遅い時間も、朝5時までやってるんですよ。あと5分で無理だよ。適当に疲れたなと思ったら夜でも行ったりしました。でも最近はもうクッて寝たい方が、でもそこ行っちゃうともうやりながら寝ちゃうんでもったいないんですよ。あれ、え、もう終わりって感じで、まだ背中やってないでしょと思うんだけど全部終わってるんで、やっぱ夜中にやっちゃいけないなっていう風に思いますね。専属マッサージ師さん、あの今日温泉も入ってマッサージもして、帰りはもう寝るだけですよね。超眠たいです。あと最後にじゃあみんなお風呂入ってから帰りますかね。例えば好きな子とかは中学時代は彼らと付き合ったりしなかった？ずっと1年生の時に1個上の先輩がいて、その先輩を好きになってずっと好きでしたね。1年生の時の2年生、2年生で3年間ずっとその人のことが好き、2年間ちょいぐらいずっとその先輩が好きで。どんな人ですか？その人はサッカー部だったんですけど、やっぱみんな結構かっこいいよねっていうような人で、ちょっとそれもまた悪かったんだよね。モテるんだよな、サッカー。そうそう、モテるんですよ。悪いんだよ、大体。そう、悪いの惹かれちゃうんですね、そういうのに。でも告白しなかった？しなかったですね。なんで？なんでだろう、ずっと秋、高校生の時とかもしたことがない、自分に自信がない。恥ずかしいの？恥ずかしい。自信がないじゃなくて嫌われるんじゃないかとか、うん、なんかとりあえずも好きでいればいいみたいな、見てキャーみたいな感じでよかったんですよ、うん、でその先輩が中学校卒業して自分が3年生に上がった時に転入してきた男の子だったんですよ。
3年生で。その子には告白をされたんですけど、でもやっぱりその前の先輩が好きだったから、うん、ごめんねみたいなことになって。どんな人だった？その人また同じグループだったんですよ。優しそうな感じですね。そう、優しい人 で遊んでるうちにやっぱいいかなと思って惹かれて、どうしようと思って告白をしたんだけど、もうその時には時の同じバレー部の仲間の女の子と付き合って振られて、それから告白というものを本当にしてないんですよ。振られるっていうなんかトラウマじゃないけど、高校生の時もずっと好きな人がいたけど告白はしないで片思いだけでずっと言う、キャーかっこいいみたいな、キャー素敵みたいな。中高校生になってからすごい言われ始めたんですよ、告白というものをいっぱいされてね、なんかあれモテてるブームみたいな感じで、でもやっぱそこにうんって言って付き合ったことはなかったですね。一人の男の子が好きだったし、誰かが好きだからね、自分はそれがあるわけでしょ、うん、そうだから全部断ってみたいな、うん、一人の人を好きだと思う、他のことが全く見えないんですよ、その人だけになっちゃうから、もう周りから何言われようが、はいごめんなさいみたいな感じでした、全部。そういう感じね。はい、じゃあなんかあきちゃんもゆっくり歩いてこようね。あ、どうもすいません。いいよ。あ、オッケーです。今度スタッフで来てください。はい、ゆっくり入っていってね。はい、大きいよ。じゃあね、今度ね、胸に垂らすみたいにして、こう、胸の間をこう、はい、触ってるみたいな。で、それが終わったら、ひょろっと取ってさ、まあ、そこまで、まあ、ね、胸のことでいい、そこ。はい。一遍にやることやるかな。
今の事務所に入って、はい、で1年間ぐらいほとんど何もしてなかったんですよ、うん、24ぐらいにあのやっぱ名前売れないと何もできないってことでグラビアをやろうってことになって男性誌から2人でもうコンビニ行って雑誌の裏に電話をかけて編集者の名前とその2つをメモって電話してなんか顔見せに行ってもいいですかみたいな感じで全部回ってで最初なんかもうやっぱ24っていう年だからやってくれないんですよ。いやうちはみたいな。でもそんなのも全部お願いしますみたいな感じでやってとりあえず行ったところ全部表紙とかやらせてもらってでちょいちょい他の仕事も増えてみたいな。エッチな写真っていうかまあ雑誌自体な、そういうエッチ系の雑誌。最初はやっぱやってることも過激だったし、24って言ったら普通の水着では誰もやらせてくれないんですよ。ちょっとだから過激な表現をしないと商品価値がないっていう、それは自分でもそうだった。うん、もうやっぱり年が年だからしょうがないなと思ってでやってったんですけど、それがまた良かったみたいで24だけど童顔でこのポーズみたいなこの衣装みたいなんでやっぱそれが受けたみたいで、どんな風に付き合っていきたいと思ったんですか。やっぱりグラビアをやってる時は全部の雑誌の表紙を飾りたいと思ったし、でそれはほとんど叶ったんですよ。で最初はグラビアだけだったけど、やっぱそのうちバラエティとかもやってみたいとか思って今ちょこちょこやらせてもらってるんですけど、やっぱちょっとずつこう、いろいろやってみたくなってきますよね。最初もグラビアだけでいいやと思ってたけど、でもこの27歳でグラビアをやってるっていうのもいないから、まあいいかなみたいな、まあそれはそれでそういう風にいや本当珍しいと思うよね。え、いいかみたいな。27歳でテレビで新人ですって言ってもね、なかなかいないからいいかなみたいな。ちょっと挑戦してみたらずっとグラビアをやった人いないの。それやり続けますよ、ずっと、観客抜かずにやり続けますからね、それ挑戦してよ。挑戦、ギネスに挑戦ですよ。あの月刊シリーズはまだ今まで2回登場したっていう人が最高なのね、だから新記録作って。作ります、頑張ります。星野亜紀の DV を見てくれてどうもありがとうございました、いかがだったでしょうか。今回は初めてですね、こうセリフがあったりとかをしている感じなので今までとは全く違う DVD になってると思います。ぜひご感想の方聞かせてください。演技っていう演技あんましないような気もするんですけど、温泉入ってああ気持ちいいとかマッサージされてああいいいいみたいな、そんな感じしかしてないくないです。大丈夫ですか。ちゃんと全部伝わりましたかね。あのでもちょっと演技って結構あんまり人がいっぱいいると照れくさいですよね。でしかも言葉のないものだから余計にこう顔とかその行動とかで表現しなきゃいけないので、一応一生懸命やってみました。自分なりには8点ぐらいあげたいです。10点満点中の、それ言い過ぎかな、やっぱ100点満点中の8点あげます。もっともっとね頑張らないといけないんで、多分夜に夜中2時ぐらいに見るととっても気持ちもすごいグッと入ってくると思うので、その時間に皆さんぜひ見てみてください。これからも星野亜紀のことを応援してください。よろしくお願いします。
人。待っています。Thank you.
一人でゆっくり休んでます。ゆっくり来てください。お願いします。うん、わかった。でも声が聞けてよかった。今大丈夫なの？一人で寂しい方が嬉しいでしょ。私が今どんな格好してるか教えてあげようか。10年前の私、あなたが見たいって言ってた。高校生の時の制服着てるんだよ。見たい？じゃあ電話切るね。写真撮るから。うん、じゃあね、送るからね。
だから大切にしてください。私が寂しい時、それはあなたがいない時。私が悲しい時、それはあなたがどこかにいる時。友達にバカだと言われても、私はあなたを愛しているから。泣きたい時はあなたの前で泣くの。あなたと私の間には愛しかないのだから、いつか別れなければならない日が来るのだから、その日まで愛を大切にしてください。